2月の末以来の党首討論が今週は開かれました。谷垣総裁は一皮向けて野田総理がなんで土俵に上がってこないのかと言った時、少子千万切り返したわけであります。どういうことかと言いますと、民主党の皆さん方は自分たちが党内をまとめられなくなりますと野党である私たちに協力を望む。しかし消費税を何に使うのかというところが根本的に私たちと民主党の皆さんとは違うわけであります。民主党の皆さん方は保険料を払わないで国民の皆さん誰もが7万円をもらえる最低保障年金、このビデオを見てくださっている方は一昨年なんでもらえないんだろう、こんなことを思われた方もいると思います。3年近く前の選挙でさも政権を交代したら明日からでも保険料を払わずに7万円が年金として支給されるかのようなデマローグを選挙戦で繰り広げたことを私たちは決して忘れていないわけであります。民主党の試算によりますと最低保障年金を実施するだけで消費税が 17% かかってしまう。それだけでも 27% になってしまうわけであります。私たちはそんな社会を作ろうとは考えていません。谷垣総裁がはっきりと申した通り、私たちは社会保障を充実していく、そして年金制度は現行の年金制度をしっかりと低年金無年金の人たちに対応できる形にしていく。もちろん年金が制度として今なければ白々から最低保障年金という制度を作ることも可能ですけれども、年金制度が動いている今40年後、しかも消費税が 27% になってしまうといったようなものを作るということに手を貸すことはできない。党首討論を聞いていて意見が合うところ、そして合わないところ、またけじめ、マニフェストの問題に対するけじめを、国民の皆様方に対する謝罪を野田総理がしっかりと示したときに、野田総理の考え、谷垣総裁をはじめ私たち自民党の考えが交わり合うこともあるのではないか、そんな党首討論を今週は行ったわけであります。